こんにちは、華道家の宮本理丈です。今日は栗観賞用ですね。花栗とかとも言いますけど、ちょっと小ぶりでしょ。見る用の茎ですね。サレアロマン、サレアロマン、マロンじゃなくてサレアロマンねっていう品種の、愛媛かな、なんかの、ね、生産者の方見てくださってたら、これから行きたいと思います。で、これ触り方にもよるんだけど、そんな痛くない。痛いか。ああ、確かに人工芝ぐらいのなんか。あのね、柔らかいんですよ、まだ。これが乾燥していくとすっごい痛くなるっていうこと。これまだ若いから柔らかくて頬ずりはできないけどっていう感じですね。柔らかいので触れますね、全然ね。そう、だんだん乾燥してくるとすごい痛くなります。でもまあまさに秋って感じですよね。ちょっと今日はこれをどんな感じでいけるのか挑戦してみたいと思います。2つぐらい鍵をしました。これちょっと面白いでしょ。真ん中空洞になってて、ちょっといけづらいはいけづらいんだけど、面白い形合うかなと思って一つと、これちょっと定番ですけどね。一つは栗の枝を伸ばすパターンを折ります。花瓶の中はね、多少折っても大丈夫ですね。こうなるじゃないですか。で、これがもう重すぎるわけですよ。実が多すぎる。これもうめちゃめちゃ取ります。僕はね、もったいないんだけど取ってきますよ。これやっぱ取る勇気が必要ですね。最低でもこんな感じですね。これぐらい落とした方がいいですね。どれだけ落としたんだろう。こんな感じ。すごい素晴らしいんですけど、このただ一辺倒にこう実がずっとついてるのってまあ味わいはない。これぐらいにこうさっぱり、あるところとないところメリハリつける感じですね。これぐらいで十分というか感じがします。そして前、これももったいないんだけど、全部落とす。こう落としたことで、この逆になんつうのかな、栗のこのポンポン丸いところが分かるというか、このままだとただのこう太い棒だけど、丸い一つ一つの ドットが出てくるというか、そういうのを意識してますね。これを前に来ると、ためが効くかどうか微妙ですけど、こんな感じですね。こんなフレームができると、これだけでもいいかなって感じしますけどね。ちょっとこれ前に転がしとこう栗の山で、こっちは逆に口元を栗で埋めるような感じで作ってみたいと思います。なので真ん中あたりで切ると、ここら辺で切ってみましょう。ただ花瓶の口中に入るところはさすがにいらないので、これ裏向きっちゃ裏向きだけどね。これは面白いね。これだけでいいよな。花瓶がまた面白いよね。なかなか良くない一つは、まあ、栗の枝先伸ばす、一つはこっちは栗の口元に入れるみたいな感じでやってみました。でちょっとあとはお花合わせてみたいと思いますけど、素人がいけると このレベルですかね。これもこれでいいよね。でもね、そのままいけるとこういうことです。これはこれで綺麗なんだけど、ものがいいからね。うん、いいんだけどね。で、これにちょっと、一応、生け花だから添えていきましょうと
ユットです。これはわかりますか？初登場かな、さすがに。わかります？これはね、ホトトギスって言うんですよ。ホトトギスっていうお花の名前で、秋頃のお花ですかね。厳密に言うとこれ山ホトトギスっていう種類みたいですけど、ちょっとこれを伸ばしてあげようかなと。さりげなくね、うまく止まるといいんだけど。でもこの下の栗は素敵なので、そことはちょっと離すと。真剣に表向きに行きますけど、あ、いい感じ。でも中にお花を入れていこうと思いますけど、これはねシネンシスっていう、ちょっとチラチラした感じでしょ。こう栗を見せたいのもあるので、大ぶりのお花というよりは小ぶりのをちょっとガッとこう固めて入れた方がいいかなって感じがします。あとこれは知ってますか？これはね、ワレモコウっていう、ワレモ赤、コウって言うじゃない、赤いことを、こう、ん、ベニコウって読むでしょ。我もコウ、私も赤っていう、なんか小豆みたいで可愛いんですよね。これをね、散らばさせられないので、ちょっと集まれして可愛いでしょ。これとこれで集めてるんだけど、どうなるかと。パラパラしてるのはね、このシメンシスともこうちょっと合わせて、チラチラ系を逆に合わせるという。下のところはしっかりちゃんと処理して取ってあげないと、な、何が何だか分かんなくなっちゃう。助手がいいかな。意外と女子の方が意外と不器用な場合が多くて、難しそうみたいなので、へーで終わるパターンが、だから男子の方がこういう工作系、言ってみたらこう料理もとかもそうなんだけど、やっぱりなんかこう突き詰めるのって男性みたいな、ある程度は女性入り口のところはもちろん いらっしゃるんだけど、いけばな、もうなんかマニアになるのは結構男性の方が多かったりするね、いけばなとか。僕はマニアだとは思ってないんだけど、思われてるよね。ちょっと今日もこの際も束ねちゃいましょう。これね、多いかな、そんなのでいいか。一旦こんな感じで今混ぜて組んでみたっていう感じですよね。ちょっと今日はゴムで組っちゃいますけど、ドバッと、これでちょっと前からしてるよね。ああ、こうなるのか。ちょっと葉っぱだけホトトギスのね下に欲しいね。ちょっと伸ばすのもあってもいいかなっていう感じですね。ここら辺やっぱ下のグリーンやっぱり大事で、ちょっと落ち着く感はありますよね。繊細だね。こういうなんかパラパラしてる方が難しかったりするよね。ちょっと重なりすぎてるところは取ったりね。うんうん、まあこんな感じかな。ですかね。いいですね。二
2つでこんな感じね。ちょっとこれ多いかなって感じ、特に右後ろね。まあ皆さんにとってはどうでもいいかもしれないですけど、僕はなんかすごい気になってしまって、ないところを作るみたいな感じですかね。ちょっと黄色が強いので、ちょっと黄色を軽くするっていう、あ、ちょっと少なくする、こんな感じ。ちょっと変わった、だいぶ変わりましたね。だいぶ変わった。お疲れ様でした。まあ、栗を見せたいっていうのがあるので、あくまでもメインは栗、それにちょっと合わせるみたいな感じでやってました。だからね、栗一色でもいいと思います、まあ、むしろその方が簡単というかね、ような気もしますけど、まあ、合わせるんだったらでもこういう感じかなっていう、私だったらね、こういう感じかなっていう、干渉しないように、まあ、さりげなくみたいな、ね、栗を伸ばす場合と栗を口元に埋める場合と、まあ、両方考えられると思うんですけど、こう、まあ、両方やってみました。どっちもいいと思います。どっちもありというか、こんな感じで、ただ伸ばすときはしっかり落として、一つ一つのこの栗のドットを、まあ、はっきりさせたいです。だらだらこう実がついてるのを続けない方がかっこいいかなと思います。とても実つきが良くて立派でもったいないんですけど、ちょっと勇気を持って落とすと、それが、ね、今日のポイントだったんじゃないかなと思います。落としたのはこう 転がして飾ってあげると可愛いかなと思います。これは、ね、食べれないので食べないでください。見て楽しくということでお願いしたいと思います。今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。